これを見てください。市民の何人かが戦いが終わったらここに定住すると言っていました。それがいいアイデアなのかは分かりませんが、景色は素晴らしいですよね。ネブリムは長い間防壁沿いのこのような場所からシティを守っていました。彼がこの場所でくつろぐ気持ちが理解できます。荒野でホースオンがシティから脱出した人たちを探していなかったら、本当に彼女に会えてよかったです。そうでなければ今頃私たちはどうなっていたか。トラベラーの破片です。ここにある理由もここに来た経緯も分かりませんが、シティから離れたこんな場所にあるのには理由があると、私たちのためにあるのだと思いたいです。このような場所がたくさん出現していると他のゴーストに聞いたことがあります。人々がただ話をするためだけに行く秘密の場所、襲撃やトラベラーや未来について話すために。明日がどうなるかは誰にも分かりません。システムエンジニアのメンテナンスログです。仲間の整備士がいなくなった今、2人分の仕事をしないといけなくなったと言っています。カバルの襲撃でみんな大切な人を失いました。これは全てアマンダ・ホリデーのものです。一度彼女からこの場所について聞いたことがあります。ハンガーのゴタゴタから逃げるための秘密の隠れ家だと。誰にも言わないでおきましょう。プレハブ住宅や橋、簡単な店舗の設計図が大量にあります。シティの区画の再建計画だと思います。タワーの損害もひどかったですが、シティは丸ごとなくなってしまった区画もありますから。このターミナルに最後にログインしたのはバンシー44ですが、バンシー41としてログインしようとして何度も失敗してロックアウトされたようです。何度も再起動した影響がついに出たのかもしれません。これは誰かがニューモナーキーから盗んだ物資だと思います。ログに放送の手がかりを追うという記述があります。どういう意味でしょうか。再建の後、預言者の部屋を建て直しました。いなくなったなんてまだ信じられません。彼は最初の預言者ではありませんでしたが、最後の預言者でもありませんよね。私たちにはまだ預言者が必要です。そうでしょ。ホースオンはたまにここに来て読書をするそうです。勉強しているんです。ヴァンガードの歴史、総意、ファクション王、シティの創立に関する本まで。彼女がここにいる間、ルイスはどこに行くんでしょうね。これはエリス・ボーンが使っていたターミナルだと思います。ハイブやクロタについて書かれたメモが大量にあります。邪神オリックスについても。彼女はどこに行ったんでしょう。私の理解が正しければ、イコラは市民が簡単にタワーに来れるように働きかけているようです。嬉しいですよね。ここに人々が来てくれると。うん。みんながホースオンの人々に力をのメッセージを受け入れたということは、ニューモナーキーのようなファクションに我慢できないのかもしれません。この辺りはすっかり元通りになっているようです。何も変わっていないかのように。ですが、トラベラーが目を覚ました今、何も変わっていないはずありません。これから状況が良くなるはず。そうですよね。バザーに来れば、エヴァ・レヴァンテに会えると今でも思ってしまいます。彼女はこの辺りに店を開いていました。故郷を取り戻してから、彼女の話は生き延びたこと以外あまり聞きません。しばらく、誰も連絡が取れていないみたいです。ここはバンシーが店を構えていた場所だと思います。彼の名前の後ろについているあの数字は、ただの飾りではないことは知っていますよね。アマンダが言っていたんですが、実際に44回再起動されたそうです。もう記憶なんて保てていないかもしれません。この在庫のメモを見てください。みんながタワーの市場を復活させようとしてるみたいです。テス、バンシー、ラフール、エヴァ・レヴァンテ、全員が協力しています。おや？アマンダ・ホリデーとザバラ司令官の通信です。何週間もやり取りしていて、ハンガーの怪しい人物を監視しています。ザバラを欺くことはできませんね。フライガール、アマンダ・ホリデーの物語。これは誰かが伝記を書いているのでしょうか。でもアマンダの目に触れないようにした方がいいでしょう。うん。この章は彼女がシティへの旅の途中に生まれ、ポールンに家族を奪われたことが書かれています。
彼女の知らない過去を知ってしまいましたね。変ですね。誰かがアラーハ・ジャラールを偵察していたんでしょうか。アラーハと署名されている書類がありますが、ジャラールの字ではありません。ファクション間のいざこざは本当に理解できません。このターミナルはレッドオービットのフォーラムとして使われているようです。予想通り、黒い服を着た人々の写真とニヒルな詩が大量にあります。誰かがシャックスのレッドジャックを変えようとしています。ですがインターフェースの履歴には他のフレームからのアクセスしかありません。アーサイトとダリアと書かれています。何度も何度もアーサイトとダリアばかりです。このクレートはヴァンガードの歴史の本でいっぱいです。オシリスのことだけを書いたものが30冊以上あります。イコラが就任する前はオシリスがウォーロックヴァンガードでしたが、彼の就任期間はそれほど長くありません。いろいろ忙しい時期ではあったようですが、フューチャーオーカルトの誰かがここにテクノロジーを隠しているようです。ぼかして言っているわけではありません。どんなテクノロジーなのか半分もわかりません。ラクシュミは本当に秘密が大好きですね。日記のようです。誰のものかはわかりません。ほぼ全て編集されています。それに完全になくなってるページもあります。何かがおかしいです。心配しすぎでしょうか。ポールンはそれをここに押し込んだまま忘れてしまったようです。それと、おお、この物資は元はタワーにあったものです。このバナーが使われなくなった理由はわかりません。ポールンハウスは長い間これを掲げていました。今はただの布です。ポールンはこれをうまく隠しましたね。磁場の剣で私たちに負けた後、できる限り私たちを遠ざけたかったのでしょう。ここには興味深いデータがあります。うん、かつてのハウスオブウィンターと一緒に金星から来たようです。最近ではこのハウスバナーが掲げられることも少なくなりました。ガーディアンとカバラの間で対戦が始まり、昔の恨みを忘れざるを得なくなったのでしょう。必死なんですね。エーテルは検知できません。あれは食料としてサービターがフォールに与えるものです。移動する前に全部持っていったのでしょう。奴らはこのターミナルを使ってエレベーターを制御していました。なるほど、だからもう少しで潰されるところだったんですね。アークスピアです。ハウスに属するフォールンは残虐だと思っていましたが、ハウスオブキングスの傲慢なフォールンでもこれを持って襲いかかってくるとは思えません。フォールンのクレートですが、空です。うん、ここで生き残るために前に使っていた潜伏場所から物資をかき集めているのでしょう。うん、フォールンの通信装置です。これをビーコンの代わりにしています。かつてハウスに属していた全員に連絡が伝わっているわけではないようですね。フォールンは機械を崇拝していると思っていました。ですがこれを見る限りそれほど敬虔ではないようです。もしかすると最近はそれどころではなくなっているのかも。サービターのパーツから作られたあの巨大なシャンクは何という名前でしたっけ。サーベル2でしたっけ。シャンクのパーツで巨大なサービターを作ることも可能なのでしょうか。こんな小さなサービターは見たことがありません。古いセピックスのプロトタイプでしょうか。セピックスベータのような、もしくはセピックスインフェリア。まあそれはともかく、ハウスオブジャッジメントの印がついた物資です。バリクスは大丈夫なのでしょうか。リーフはレッドリージョンの襲撃を生き延びたと思いますか。またフォールンのアンテナです。こんなところにもあるとは。仲間を集めようと必死ですね。興味深い。フォールンはかつてサービターを神のように崇めていましたが、ヨーロッパデッドゾーンで落ちぶれている様子を見て機械を見る目が変わったのでしょうか。またフォールンの通信データです。これは奇妙ですね。ヘッダーにアウォー君の記号があるファイルがあります。これは一体フォールンスキフが落とした物資でしょうか。もしくはケッチかもしれません。それにしてもフォールンの名前は本当に醜い。ドレッグ、レッチ、もっと品のある音が他にあるのに。
このアンテナがフォールンのネットワークに使用されてから1年も経っていません。土星の向こうに信号を飛ばしていたようです。私たちよりも先にネッススのことを知っていたかもしれません。フォールンがこれを奥地から奪ったと思われます。ヨーロッパデッドゾーンでは貴重なものです。フォールンの通信装置です。今も他の同胞に連絡を取ろうとしています。ヘッダーの一部にはまだハウスの印が使われています。ハウスオブデビルズ、ハウスオブウルブズ。フォールンが設置した即席爆発装置のようです。私たちと同じくらいカバルを嫌っていますね。スキャン中。6つの惑星の元素を検知しました。カバルは本当にあちこち飛び回っていますね。なぜこんな遠くにある遠隔アクセスポイントに給油情報を残しておくのでしょうか。カバルの建築思想は本当に理解できません。これまでカバルは火星に住む嫌なエイリアンというだけでした。それが今や奴らのウォーマシンが地球の至るところに。私たちが必ず奴らをこの太陽系から追い出します。そうですよね。プロトタイプ、もしくは出来損ないのガラクタ、それともアルコンプリーストの新しいシェルデザイン。ここを通っているデータを一部見ることができます。基地にいるレッドリージョンが兵士に話しかけています。場所は火星、金星、ネッスス、至るところにいます。こんな欠片でもこの力、素晴らしい。それがここにずっとあったなんて、ここで待ち続けていたなんて。この基地はカバル文化の典型ですね。一度にあらゆることをやろうとし、どれもうまくいっていない。イコラが前に言っていました。ハンマーしか持っていないと全てが釘に見えてくると。カバルは山積みのハンマーで釘を覆い隠すのが好きなんですね、きっと。これは空気洗浄システムに取り付けるものですね。このジェネレーターと一緒に取り付けるものです。しかしカバルは私たちの惑星の空気を吸わないはず。それなのにどうしてこんなものを作ったのでしょう。この破片にはまだエネルギーらしきものが残っています。ですが私たちが使っているのとは違います。感染とトラベラーの力がこれほどまで強固に共存していける理由が未だに分かりません。理解できないことが相変わらずたくさんありますね。地下のセキュリティシステムの動力源です。大崩壊から人類を守るには不十分だったようです。それにフォール、ハイブ、宿られた兵もいますし、あとレッドリージョンも。でもクマに対しては効果抜群だったでしょうね。非常灯はまだ機能しています。ただそれ以外の機能はだいぶ前に壊れてしまいました。大崩壊の後どれだけの人が逃げられたのでしょうか。興味深い。ここに残されている信号の一部はサイオンのものと一致します。この物資はもともとサイオンの故郷にあったのかもしれません。リージョンのやり方を示すいい例です。そのテクノロジーは使用者ほどに残酷です。征服してコントロールして破壊します。このパーツはダンタリオンエクソダスから輸送されたものです。覚えていますか。ドレッドノートに墜落したあの巨大なカバル船です。奴らの救難信号の送信先が分かりましたね。ああ、見てください。なぜ機械をこんな醜悪なデザインにするのでしょうか。こんな見た目にする必要はありません。私を見てください。このシステムは造船所に停泊しようとする潜水艦を見つけるために使われていました。奇妙ですね。まだ機能しています。それに何かを検知しています。私たちの真下に。しかもかなり巨大です。フォールンのアンテナです。かつてフォールンハウスはそれぞれが独自の暗号を使用していましたが、今使っている暗号はどれもハウスオブキングスから派生したものです。このコンピューターによれば、黄金時代のテクノロジーにより造船所は封鎖され、船は一切入港できなくなったようです。環境都市全体が緊急避難状態でした。テクニシャンの判断だったようです。彼女は生き延びられたのでしょうか。壊れたサービターです。このパーツは非常に価値があります。
それがこのように放棄されているということは、ホールンにとってファイブの腐食はかなり重大な問題なのでしょう。黄金時代のコンピューターです。しかもまだユーザーがログインしています。レイラニ・バレロ、海洋技術者番号426。何らかの緊急事態について情報を残そうとしていたようです。これは何かの繭ですね。中身はまだ完全にハイブではありません。ハイブの虫はこうやって共生して成長するのですね。衛星タイタンの重力はおよそ 1.352m/s/s です。ここを除いてはこの石が浮遊しているのはハイブの魔術の残留効果でしょう。スコラスはフォールンハウスを統一しようとして失敗しました。あれだけ努力していたのに結局統一に至った理由が種族を窮地に追い込む事件だったとは。これもハイブです。ここで様々な実験をしていますね。魔術や繁殖を使った新たな試み。この施設は廃棄物ゼロを目指していました。あらゆる有機物は最後には肥料になり、それ以外のものは全て部品に使うという偉大な計画でした。ですが結局うまくいきませんでした。フォールンはサービターがなければエーテルを補給できません。代わりを見つけたのなら話は別です。例えば磁場とか。衛星タイタンに磁場がなければいいのですが。スミニ目録です。彼らは開拓地の人々と頻繁に取引していたようです。すごく遠くですよ。その開拓地の名前はヒペリオン。どうやらフォールンはここを封鎖しようとしたようです。努力の跡が見られます。ですがこれでハイブに勝てるかは分かりません。ハイブは私たちの世界と奴らの世界の間の境界線を弱め、その場所を示す目印として浮遊石を使っているようです。こういったものが奴らの奇妙な魔術の源なのでしょう。環境都市のオペレーティングシステムはあまり賢くありませんね。 AI の足元にも及びません。ですがたくさんの記録があって、さまざまな人の名前が入力されています。 AI のように人格はなかったとしても、多くの人により良い生活を提供していたんですね。このルーンは前にドレッドノートで見たことがあります。これは出入り口や宝、もしくは部屋という意味です。ハイブはこのルーンを使って玉座の世界と接触しているのかもしれません。このハイブの卵はこれまで見てきたものとは異なります。新種でしょうか、それとも同種の新型。不気味な上に訳が分かりません。これはカメラのようです。もしかしたら、いえ、データは全て破損しています。オペレーティングシステムが短期記憶喪失に陥ったような感じなので、数分前の記録でもすぐに失われてしまっています。画面は壊れていますが、データフローは無傷です。宣伝のようなものを流していますね。人類のニューフロンティアの生活環境の素晴らしさについて語っています。樹木園の収穫高、ポムフィング20トン、キウイカンバー20トン、パイナップル20トン、パイナップル。果物にしては変わった名前ですね。画面は壊れていますが、フィードはまだ聞くことができます。キャッチーな歌ですね。新太平洋環境都市、あなたが次のフロンティア。なぜエクソダスブラックから遠く離れたこんな場所にターミナルを置いたのでしょうか。ベール政府の乗組員がこれに最後の望みを託したに違いありません。かわいそうに。フォールンはこれを使って何をするつもりなのでしょう。レックスを調べるための遠隔探査機とか、何かのための原料とか。フォールンはエクソダスブラックのセキュリティシステムに遠隔アクセスするためにこのターミナルを設置しました。うまくいくはずがないと忠告することもできましたが、フェール政府も奴らと楽しめたでしょう。これにはエーテルが詰まっていますが、少し薄められています。ネッススの奇妙な大気の副産物でしょうか。それか私たちが思っていた以上にフォールンは苦しい状況なのかもしれません。
このサービダーはエクソダスブラックのネットワークと連動を試みてショートしたようです。そしてここまで張ってきてシャットダウンした。どうやらフェールセーフが抵抗を見せたようです。これは他のベックステクノロジーとは異なります。過去に繰り返し行った作業の産物だと思われます。もしくは未来に行った作業かも。ベックスの場合どちらとは言い切れません。誰かがこの伝導率の高い金属を何かに作り変えようとしていたようです。きっとフォールンでしょう。つまりこれを価値のあるものだと考えたのです。ベックスは基本的にトロフィーを飾りませんが、この装置がここにある理由が他に見当たりません。エクソダスブラックの墜落に関連するものなのでしょうか。なんとも不愉快な奴らです。このアークスピアは一度も使われていません。黄金時代の収穫容器にずっともたれかかっていました。フォールンはここで起こったことに対応できたのでしょうか。人事ではありません。うん、これはエクソダスブラックの破片のようですね。着陸時の電離層に対応するためにコロニーシップにはこういったアンテナが取り付けられていました。このゴブリンの表面はフォールンのエネルギーウェポンのようなもので酸化しています。様々な種族がテクノロジーを使ってお互いに干渉し合っているのを見るといつも興味をそそられます。今回は両者ともお互いに溶かし合うことを第一に考えていたようですが、言いたいことはわかりますよね。別の現実世界にあるネッススの遥か未来のシミュレーションでは、このエネルギービームは私たちにも理解できるような使われ方をしているかもしれませんが、この現実では違います。このクリスタルの破片には特に変わったところはありません。まあそのおよそ星6つ分のエネルギーを内包しているレディオラリアの蒸気雲に埋められていたことを除けば、そういうのは珍しいですね。この粒子ビームがあるからこの構造物は崩れずに立っていられるようです。ベックスはどうやって、いえ、あまり考えすぎないようにしましょう。前にベックスの物理学を理解しようとしたせいで今もまだデフラグ中です。フォールンのスピアですね。持ち主は近くにはいません。こんな援軍も呼べない場所でベックスに出会ってしまった。セキュリティノードをレディオラリアの滝の近くに置いたのは明らかに私たちを落としたかったからですね。ベックスは本当に手が込んでいます。このクリスタルはエネルギーらしきものを保持しています。ですがここにありながらこの小惑星の反対側にもある。ベックスゲートの中に落ちて半分だけテレポートしたのでしょう。ケイドに起こったのと同じような現象ですね。火星に直通している合流点です。あそこにいるベックスはレッドリージョンに苦戦しているようです。ガーデンゲートを失った、ベイもなくなった、砦も落ちたとのことです。これはまるでネッススの礎石です。ベックスが戦型時間を示すためにここに置いたのでしょう。ネッススが最後に私たちの太陽系に入ってきたのは私たちの時間で127年前のこと。ベックスの時間では何年になるのでしょうね。ベックスがこのように壊れたユニットを放置することは絶対にありません。お腹の液体部分に爪の跡があります。フォールンがここから液体を抜き取ったのでしょう。一瞬ネッススで磁場が発生したのかと思いました。そうだとしたらいろいろな意味で大変なことになっていたでしょう。あれを見るのはもうこれっきりにしませんか。壊れているベックスゲートも実に興味深いですね。これは電波を発信しています。もう少しで、なるほど。なぜかベックスは黄金時代のクラシックロックを聴いています。死のロボットですが音楽のセンスはいいですね。ベックスの非常用オフサイトデータストレージです。しかし多くのパーツが失われていて機能しません。残念ですね。イコラが浮遊している珍妙な静止型クロノドライブを書斎のコレクションに加えるために探していたのに、これをわざわざこんなところに置いたんですね。ネットワークから追い出される前にリサイクル分アクセスすることができました。手に入れた情報はどれも無限の木のことばかりです。いえ、森？なんとも奇妙ですね。ベックスはフォールンが自分たちの領土に入ってくることを心よく思わなかったようです。
興味深いことに、奴らはサービターを改造せずに破壊しています。シュールの奇妙なコインを思い出します。大きなやつです。そういえば、奇妙なコインはどこで作られているのでしょう。この合流点から奇妙なデータを検知しています。ガラスの間を覚えていますか？壊れたヘッダーに、アテオン、セクリオン、テオシオンと書かれています。ヘゼンプロテクティブです。金星にしか配置されていないと思っていました。これはつまり、他のベックスユニットがゲートを使って移動し始めたということでしょうか。となれば、かなりまずい状況です。この合流点は、エクソのプログラミングに波長を合わせています。なぜベックスがエクソの？ああ、きっとケイドですね。あ、この合流点があなたのエクソの体に反応したようです。そして燃え尽きました。エクソとベックスの間に何かつながりがあるのでしょうか。そんなわけは。私の理解が正しければ、ベックスが最初にここを訪れたとき、こういったものがここに200以上あったようです。しかし、変換プロセスが進むにつれて、すべて吸収されてしまいました。興味深い信号を受信しました。これは何かとリンクしています。水星軌道の反対側、太陽の向こう側です。そこに何があるのでしょう。この構造物は、私の理解が正しければ、この銀河中を旅してきたようです。私たちよりもずっと長い距離を旅したようですね。私の理解が正しければ、他にもガーデンがあります。ブラックガーデンのようなガーデンです。それを今建設中なのか、それともすでに破壊されたのかは分かりません。一体どういうことでしょう。このゲートはハイドラが通るには小さすぎます。ですが、これによると、このゲートが壊れる前にたくさんハイドラが通ったようです。つまり、ある時を境にゲートが小さくなったか、どこかに小さなハイドラが数百体もいるということになります。この装置は通常、ベックスゲートを遮断するために使われますが、今はその役割は果たしていません。シティに伝わる物語に出てきた盾のように見えます。あの昔話です。ベックスの正体すら知らなかった頃の。これが自己複製できるかどうかテストしていたようです。そして失敗した。ありがたいことです。ベックスが物質をそんなに簡単に操作できてしまったら、もっと大変なことになっていたでしょう。このクリスタルは水星のライトハウスと同じ物質から作られています。初めてあそこに行った時のことを覚えていますか？まだ残っているでしょうか？名前ははっきりとは分かりませんが、このシャトルが落ちた時、かなりの重要人物が乗っていたようです。植民地化政策に関する政府の構造については何も知りませんが、彼女は知事か何かに就任する予定だったようです。今はベックスタウンの町長ですね。このアンテナは脱出に失敗したシャトルから剥がれ落ちたものです。エクソダスブラックが墜落する前に脱出できた人はいません。ネッススの至る所に壊れたシャトルがあるはずです。これはまだオンラインです。衛星タイタンやヨーロッパデッドゾーンにあるフォールンの通信装置とつながっています。ですが、その2箇所だけです。月や金星、火星には何もありません。レッドリージョンに破棄されたのでしょうか。本当にベックスが時間旅行をできると思いますか？だとしたら、なぜ私たちはまだここに？過去に行けば、いえ、考えるだけ無駄ですね。人類史上、最も研究されたのはトラベラーだという文章を読んだことがあります。黄金時代の人々は、惑星間を移動するトラベラーを追跡し、できる限り情報を集めようとしました。アシェルの記録によれば、奴らのテクノロジーはどれも変換プロセスに関連しているようです。種族全体が一つのことに打ち込んでいる。なぜでしょう。宿られた兵が指揮官なしに長期間活動できるとは考えにくい。支配しようとする者が現れるはずです。ですが、そうなっても私たちが奴らを阻止します。あの壊れたゲートから光が放出されています。
レックスは強力な力を持つ何者かと遭遇したのでしょう。太陽系儀です。私たちの太陽系をモデルにしています。巡礼の思い出に誰かが残していったのでしょう。奴らのゲートは不活性のものでも非常に奇妙な情報を発信します。エキゾチック素粒子を解析中。すごい、発信源はここから遥か遠くです。バックグラウンドで何かを検知しています。過去の接続は水星、金星、火星など、だいたいそんなところですね。レックスは他の惑星に居座るのが好きですから。どうやらアシェルがここで現地調査をしたようです。シティ随一のベックス研究家なのに全然整頓できない人ですね。あそこから何かがこちらを見ていましたよ。宿られた兵は不気味な場所に住んでいますね。ベックスが惑星を変形させると奇妙なアーティファクトが形成されます。奴らを止めなければここもネッススや彗星のようになってしまいます。静かに。これは誰かが囁いているようです。何度も何度も。気味が悪い。ここには亜空間の存在がはっきりと示されています。そのうちあの奇妙なポータルがここに形成されるでしょう。宿られた兵は本当に不思議な存在です。この信号はどうやら亜空間にメッセージを送り返しているようです。でも聞いている人なんているのでしょうか。ここにはファイルが保管されていたようです。ブレイという名のものがデータを削除しています。ウォーマインドのネットワークはかつてこの太陽系全体に広がっていました。おそらく大崩壊の時に断片化したのでしょう。イコラがいつも言っていました。地球の歴史と私たちを本当に結びつけているのはウォーマインドだけだと。黄金時代のトラベラーと共に栄えた生活、大崩壊が起こる前の時代。ベックスが止まることはないでしょう。奴らがなぜあんな活動をしているのかについてはクリプトアーキによってさまざまな仮説が立てられています。かすかな信号を検知しています。うん、ガラスの間、カブルを覚えていますか。パハニ、プライディス。うん、なんとも奇妙ですね。これはベックステクノロジーです。間違いありません。でもこれはかなり原始的です。おそらく大昔のデザインを模倣したのでしょう。これは新しい暗号です。エクソがベックスネットワークと連動できるように誰かがこのアクセスポイントに手を加えたようです。それには触らないでください。それはこのアクセスポイントはベックスネットワークとエクソが連動できるように改造されたと思われます。とにかく今は関わらないようにしましょう。これは共鳴信号のようなものを発信しています。同じ音節を何度も繰り返しています。さ、ば、す。あの汚染は超音波を使って何度も呼びかけを行っています。エイル、ユール、ユル、ソルと。またしても宿られた兵のポータルです。どうやらあそこからスキャン信号が発信されているようです。何かが私たちを見ています。この汚染は伝達装置のようです。何かを呼んでいるか、もしくはイオにいる宿られた兵に密かにメッセージを伝えているようです。イコラはここに来たはずです。ここに来て光とトラベラーの本質についてじっくりと考えたでしょう。質問はたくさんありますが、まだ答えを見つけられていません。ブラックガーデンの件で私たちに警告をしてくれたエクソはどうなったのでしょう。無事ならいいのですが。気味が悪い。あなたには聞こえないと思いますが、奴らは静かに囁いているんです。宿られた兵との戦いは困難を極めました。しかしシティへの侵略はなんとか阻止できました。あんなのがシティを歩き回っているのを想像できますか。うん、アシェルが残していったのはこれだけではないはずです。あの事故の前、彼はファイアチームと行動を共にしていました。彼と一緒にストライクを行うなんて想像できますか。クリプトアーキのものと思われる書物を読んだことがあります。その中でベックスの本体はその腹の中にある液体だという仮説を目にしました。
あの体はただの外骨格に過ぎないと。ここに何かが刻み込まれています。時間に惑わされるな、時間を支配することはできないと書かれています。ベックスは敵の戦略に合わせて自分たちの武器を調節します。何を見てレーザーを使おうと思ったのかは分かりませんが、かなり厄介な習性です。あの航路に大量のデータが流れているということまでは検知できました。なのに全く理解できません。この手の作業は得意なはずなんですが。アシェルのたわごとみたいに聞こえるかもしれませんが、現実です。これが X パルス波を発生させています。そんなことできるはずがないのですが。この軍事衛星がオービットから落下する理由が見当たりません。何かに引っ張られたのでしょう。墜落船です。ポールンの印がありますね。どこから来たのでしょうか。ログを確認させてください。これはユルドレン王子のものです。なぜ火星に。ラスプーチンのことを知っているのでしょうか。エーテルの痕跡です。脱獄したフォールンに気をつけてください。ですがこのエーテルは何かおかしい。何かが潜んでいます。近い。下に行くにつれてこの奇妙なエーテルが多くなっています。これはコミュニケーション機器。存在するはずがない座標に発信しています。このクリスタルは都市の地質データベースに存在しないものです。存在するはずがありません。すぐにわかります。この木は相当古いです。大崩壊以前のものでしょうか。そのすぐ後です。アボー君の到着を祝うために植えられました。